てさて皆様、そろそろ散歩に行きましょうか。こたさんは私がスカートからズボンに履き替えるのを察して、すでに自分のお部屋に逃げています。みえちゃん、みえちゃん嬉しい時間だね。みえちゃんはワクワクしてます。ワクワク、みえたんワクワク。ちら、くたちはね、ちょっとこの数日は無理しないでいきましょう。皆様、ことさんの足の心配をしていただきありがとうございます。今痛み止め、炎症止めを飲み始めているので、まあ、ちょっと散歩はことさんが歩きたくないって言ったらもうすぐ抱っこして、無理がない感じでお散歩に行こうとしています。ありがたいね、心配していただいてね。ちなみにお部屋はですね、パパさんが余裕でタンクトップで過ごせるくらいポカポカにはしてありますね。いや、ことさんが自分の部屋で寝だしたんでブランケットかけちゃいました。みゆちゃん、みゆちゃんが私の足を枕に寝始めました。その枕でいいの？足でいいの？じゃあとりあえず準備しますね。なんか病院行く前にたまたまやったからあれだけど、もしかして足湯とかもね、温まってよかったりするのかな。そしたらなんかおけとか買ってやってもいいかもね。こてさん寝そう。寝ますか？そんなことないですか？みちょお腹見せたりかわいいね。うんうん、ここで寝るの。そして準備しようかな。早い、すごい。はい、こたさん無事にコート切れました。みえちゃんも準備バッチリだね。今日はね、パパさんが一緒に行けるっていうのでみんなで行けます。じゃあ行きますか、お散歩に。レッツゴー。へい、おいだ。へへ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 へ。アシスト。あれ？もうちょっと？嫌です。どうしたの？風が強いです。なるほど。急んだって、早く行こうって。ここにいます。歩きたくないそうです。まあ、足がね、ちょっと足がちょっとあれなんだよね。散歩大好き。そっち行きたくないって。震えてる、みやちゃん。めっちゃ震えてるけど、どうした？大丈夫だよ。なになに、どうしたのこれ。すっげー震えてるよ、ほら。大丈夫大丈夫、何もしないから。なに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 、そっち側そっち側。どうしたの、そっち側。なにこれ。もういい、もう一度か。あー、私ご飯買いに行くだけだから。そういうことか。今日診察しないよ。震えてる、かわいそう。
かかるし。ちなみに行きたいところは向こうです。向こうに行きたいんですが。そうはい、リコさん、リコさん、じゃあ1個あげちゃう、あげちゃう、はい、めちゃ1個形に曲げて、形に待ち丸く。ゆうちゃん食べもしない。食べないの。そんなもんいらないから私こっち行きたくない。そんな感じだね。大丈夫、何もしないよ。ただ行くだけだよ。俺が前行けば来んじゃん。確かに。はい、どう。もうだね。苦手なんだね。ねえ、嫌なことされたことないでしょ。注射が、注射があったら。注射か、なんか注射は言うか。食べた食べた。もう大丈夫だね。ふだちはどうですか。ふだちは普通ですね。歩きますか、太田さんも。ふだちちょっとロスは。行こう。お姉ちゃん大丈夫なんですか。やじ。ふだおいで。ふだおいで。おいでおいで、よしよしよし、はい、おいで。じゃあ私こっちで。じゃあ私こっちで。みーちゃん行こう。でも言うと来るの可愛い。偉いね、ちゃんと来てくれる。行きたくないのにね。病院に着きました。いらっしゃい。じゃあ大丈夫だよ。怖いのに行きたいんだね。見てください。小田さん、私の靴に座ってます。冷たいせいか。すごい重みを感じております。小田さんの重みを感じてます。ひろちゃん、怖いのに待ってて偉いね。すごい震えてんのに。待ってて偉いよ。尻尾がなくなってますよ。ということは私の股の間にいます。あ、どうしたどうした。帰ってこいって、帰ってこいって言ってますね。他も気にしてますね。帰ってきました。帰ってきたよ。ついてたよ。やっちゃう、やっちゃう。みーちゃんキュンキュンしたのに。キュンキュンしたの。みーちゃん帰ってきたよ。私いるよ。あ、すごい、尻尾が復活した。あ、復活復活。あ、リードが絡まってるよ。みーちゃん行きますか。行きましょうか、ね、クラッチが動かない。